こんにちは、じゅんです。今回は大江健三郎さんの飼育のあらすじの紹介と物語の解説をしたいと思いますので、ぜひ楽しんでいってください。それではまったり文学を読む。飼育。物語の時代設定は戦時中で、舞台は日本、森の奥にある村です。そして物語の語り手である主人公は少年です。戦争の敵国であるアメリカの飛行機が撃墜されて、少年が住む村に黒人兵がパラシュートで降りてくるところから物語は始まります。村の大人たちはすぐさま黒人兵を捕らえました。そして捕らえた黒人兵をどうするのか村人たちは悩みました。そして県から指令があるまではとりあえず主人公の少年の家にある地下牢で黒人兵を飼育することになりました。今まで見たことがない敵国の軍人に対して好奇心旺盛な村の子供たちは興味津々なんですけれども、大人たちはなかなか黒人兵と子供たちを合わせてはくれませんでした。そんな中で毎日自分の家の地下で黒人兵に食事を運んでいったりだとか、いろいろ世話をすることができる主人公の少年はちょっとしたヒーローになっていました。少年は地下で黒人兵の世話をしているうちに、だんだんと信頼関係、精神的なつながりというものを感じるようになりました。少年は黒人兵を地下牢から出して村へ連れて行ったりだとか、黒人兵も少年に対して友好的な態度を見せるなどがあって、黒人兵と仲良くなったかのように思っていました。ある日、県の指令で黒人兵の移送が決まりました。すると黒人兵はそれを恐れて少年のことをとっさに捕らえて人質にするんですよね。少年はそのことが大変衝撃的でした。少年のことを盾にして抵抗をしたんですよね。そして少年の父親や村人たちが詰め寄ってきて、しばらくの膠着状態が続きました。やがて少年の父親はやむを得なくなったので、ナタを振るって黒人兵の頭を切りつけて殺害しました。その時同時に少年の左手も打ち砕かれてしまうんですよね。その際に少年の指も一緒に切り落としてしまいました。こうして黒人兵の命と少年の指が失われてしまいました。それからしばらく時が経ち、怪我で包帯を巻いた僕の手を刺して友達は言いました。お前のぐしゃぐしゃになった手のひらひどく匂うな。少年は答えました。あれは僕の匂いじゃない、黒人兵の匂いだ。そう答えた少年はふと自分がもう子供でないことを悟りました。自分の少年時代は終わったという決定的な実感に包まれながら、少年は村で無邪気に遊び回る子供たちを見つめているのでした。おしまい。いかがだったでしょうか。この飼育という作品は1958年に大江健三郎さんによって刊行された物語です。日本人でノーベル文学賞を受賞しているのは2人だけで、川端康成さんと大江健三郎さんだけなんですよね。当時23歳の大学生だった大江健三郎さんは本作飼育で当時最年少で芥川賞を受賞しました。なので大江健三郎さんのかなり初期の頃の作品ということになります。この作品のあらすじを聞くとかなり異質な物語だと感じると思います。
いきなり山奥の村にパラシュートで黒人兵が降りてきて、その黒人兵と少年が心を通わせて、最終的に裏切られて、そして父親に指を切断されることになり、それがきっかけで少年は自分が大人になったことを悟るといった風に、あくまでもこう現実的ではない物語の中の話だと感じてしまいますよね。しかし村、戦争、黒人兵、少年というこれらのキーワードというのをメッセージを伝えるための比喩として、あくまでも舞台装置として考えると、非常にありふれたテーマを感じることができるんです。飼育という作品は少年の成長物語です。しかし少年の成長を明るく希望に満ちたものとして描写していないんですよね。痛みを伴う陰鬱な成長として描かれています。子供というのは村という閉ざされた社会の中で、村の外の世界のことは一切知らず、無関心にひたすら無邪気に生きています。誰でもそうですよね。子供の頃というのは家のこと、友達のこと、学校のこと、テストのこと、週末の予定のことだけを考えて生きていればいいんですからね。しかし一方、大人になると村のことだけ、自分のことだけを考えて生きていくわけにはいきませんよね。少年は戦争に巻き込まれることとは無縁な田舎の村の住人として描かれていました。少年は子どもの世界の内部に閉ざされていて、戦争というのは子どもの世界の外部の出来事でした。なので少年は最初、なんで黒人兵が空から落ちてきたのか、戦争って何なのか、なぜ黒人兵は地下に閉じ込められているのか理解せずに、ただただ純粋に黒人兵との交流を楽しんでいるんですよね。非日常を楽しんでいるというか、どうして飛行機が墜落したのか、黒人兵はどのようにされるのか、どうして仲良くなった黒人兵が自分を人質に取っているのか、一連の出来事の関連性というのを少年は理解していないんですよね。なので子供ですよね。少年は自分の精神世界の外部にあるものと生まれて初めて触れ合う中で、大人になる第一歩を踏み出すことになります。そういう意味で子供が外部性を獲得する、そして大人になっていくという一つの大きな流れがあるんですよね。そして最後に、黒人兵が少年を人質に取った時に、心が通じ合ったと思っていた黒人兵の裏切りに直面することで、人間は無邪気なままではいられないということを少年は目の当たりにすることになります。そして父親のナタによって左手を損傷した少年は、激しい痛みを伴う形で子供から大人になったんだと悟るんですよね。国に引き渡されるのに抵抗するために、友情を結んだ少年を盾にする大人の黒人兵の姿、そして黒人兵を殺害するために子供の危険を顧みず頭にナタを振り下ろす大人の父親の姿、その姿を目の当たりにしたら、子供はもう子供ではいられないんですよね。大人になるということは無垢な自分を切り落としていることだという比喩なんですよね。そして指を切り落とすという行為は子供から大人になる通過儀礼なんですよね。指を切断されるという痛い目を見て、一連の出来事の関係性を悟ることで、子供時代とは違う社会認識というのができるようになったわけです。なので物語の最後で無邪気に遊ぶ子供たちを見た時に、今までとは全く違う観点から子供たちのことを見ている自分がいたんですよね。もちろん現代にいる私たちも様々な痛みを伴う通過儀礼を通じて大人になっていっていると思います。
まあ、例えば代表的なものであると、まあ、受験であったり社会に出ることだったり様々な挫折であったりそういった痛みや苦しみを伴う経験を通じてだんだんと自分の世界の外の世界が見えるようになっていくんですよね。そうやって少しずつ自分の世界の外側にある物事を知っていくこと、それが大人になるということであり、私たちは死ぬまで大人になり続ける必要がある、そういうメッセージ性を私自身はこの飼育という物語から感じ取りました。いかがだったでしょうか。またこのチャンネルでは文学のあらすじや解説を動画にしています。チャンネル登録、高評価していただけたらとても励みになります。またいつもコメントしていただいている皆さん、ありがとうございます。それではご清聴ありがとうございました。